レンアズマヒトシは、韓国のプロボクサー。中西北道奥戦軍出身。元 WBC 世界、スーパーバンタム級王者。1970年3月7日、韓国でプロデビュー。1971年10月20日、16戦目で、韓国スーパーバンタム級王座を獲得した。同王座は12度の防衛に成功した。 1974年3月17日、39戦目で、アブフ東洋スーパーバンタム級王者バリ、ケイキチに挑戦し、12回判定勝ちで王座を獲得した。同王座は4度の防衛に成功した。1976年8月1日、54戦目で世界初挑戦。初代 WBC 世界、スーパーバンタム級王者リゴベルトリアスコに挑戦し、 15回判定負けで王座獲得ならず。1976年11月24日、リアスコから王座を奪取した王者ロイヤル小林に挑戦し、15回判定勝ちで王座を獲得した。1977年5月21日、2度目の防衛戦でウィルフレド・ゴメスと対戦し、12回小負けで王座から陥落した。 1977年6月27日、再起戦で、甲州館と対戦し、12回判定負け。1980年12月19日、甲州館と再戦し、10回判定ドロー。この試合を最後に引退した。ありがとうございます。